35番目、平成18年変更の届け出の問題です。では早速やってみましょう。はい、問題は本紙に関しましては、これは×という、ね、ことになります。まずね、この A 社がですね、この破産をしてしまったといったような場合ね、まあ、当然このような場合には届け出をする必要があります。まあ、だからね、まず問題文この辺のところから×ということになりますよね。あと、試験対策といたしましてね、まあ、誰が届け出るのかというね、この届け出義務者、ね、これもしっかり押さえておきましょう。これは、いわゆる破産管財人ということになります。破産管財人が届け出ると。そしてね、この届け出をしたときに、まあ、初めてね、この宅建業の免許、これは失効しますということに、ね、なってくるわけですね。では、以上です。